高畑元幸、高畑元幸、高畑元幸、1886年1月4日から1928年12月23日は、日本の社会思想家、哲学者、国家社会主義を唱えた。旧前場主犯市の子息、クリスチャンとなり同志社大学に入るも、途中キリスト教を捨て中退。高崎市で社会主義雑誌、 東北評論を発刊、1908年新聞紙条例により、禁庫2ヶ月の刑を受け入国。獄中で英訳の資本論に出会う。1911年、売文社に入り社会主義活動に身を調す。1915年、堺井敏彦、山川人志らと新社会発行、マルクス主義を紹介した。特に、カウツキーの資本論解説、現代。 カール・マルクスの経済学説を翻訳したことは、彼のマルクス研究者としての地位を確固のものとした。一方、折からのロシア革命の影響を受け、1918年に政治運動と経済運動を発表し、山川人志らと社会主義運動の方法論をめぐって争った。この後、国家社会主義の傾向を深めたため、坂井敏彦、山川人志らと分裂。 国家社会主義運動の旗手となる。1919から1925年に、マルクスの資本論日本発の全訳に成功し、当時のマルクス研究の主要研究者と目されながらも、一方では、右翼団体、国粹団体と提携して右傾化の傾向を深めた。他に翻訳、執筆本を多数発刊。高畑元幸の生涯は、大きく三つの時期に分けられる。 生誕から社会主義思想家として立つまで。に、そこから国家社会主義を提唱するまでの、いわゆる正当派、マルクス主義者の時代。三、国家社会主義提唱から晩年までである。高畑は、明治19年、1886年1月4日、旧前橋藩士の逸夫として、群馬県前橋市に生まれた。地元の旧姓前橋中学に入学。 在学中、前橋に訪れた海老名壇上や木下直江の講演を聞き、キリスト教や社会主義に影響を受ける。明治39年、1906年、前橋中学校を卒業。経済的な問題から、同志社、進学部、奨学金が給付されていたに入学し、哲学と宗教を学ぶ。高畑の同志社入学時は、日露戦争の直後であった。 そのため、平民社系の社会主義運動の影響を受け、遠藤智郎、遠藤無水。あと、天皇中心の社会主義を唱える、岩庭隆音楽家と同志社内で、社会主義を宣伝した。そのため、在学一年程度で退学、社会主義者として著名であった、堺井俊彦を頼るも、相手にされず距離前橋に戻った。前橋に戻った高畑は、遠藤智郎らと、 東北評論を発行し、地元で社会主義運動の第一歩を踏み出す。この頃の高畑は、時代の影響から正当派社会主義の論人を張っていた。明治41年、1908年、赤旗事件に対する筆下に問われ、高畑は編集者として、禁錮4ヶ月の罪となった。出国後、高畑は、新たな運動の可能性を求めて、神戸、 大阪、名古屋を放浪。京都で第三高等学校の英語教師、家庭の門番を務めたほか、夜間学校の英語教師も務めた。高畑に天気が訪れるのは、明治四十四年、九百十一年頃、京都の岩崎角屋の手引きで、堺俊とに再会したことにある。堺は、大逆事件で壊滅した日本の社会主義者のため、明治四十三年、 1910年9月に、売文社を立ち上げ、その名の通りの売文家業で生計を立てていた。その後、堺は、大逆事件で死刑になった人々の遺族を弔うべく、西日本を旅していた。高畑と堺が出会ったのはちょうどその頃であった。堺はすでに、ドイツ語を身につけていた高畑に再会すると、すぐさま売文社の義手として雇うことにした。こうして、 高畑は明治44年、1911年9月、売文社に入社した。当時は、大杉久氏がフランス語を、高畑元幸がドイツ語を担当していた。明治から大正初年にかけて、日本では社会主義者に対する取り締まりが極度に厳しかった。そのため売文社では、政府の圧迫を避けるため、ヘチマの花と題した文芸雑誌風の読み物を編集し、 わずかに同志間の連絡を保つことしかできなかった。しかし、第一次世界大戦による政治情勢の変化、社会主義に対する取り締まりの難化を見て取った坂井敏彦は、直ちにヘチマの花を新社会と解題し、大正四年、1915年9月、社会主義運動を交渉し出したのであった。この前後、大杉久氏は荒畑乾村と共に、 堺一派と決別したが、大正五年、1916年には、山川一氏が売文社に合流し、しばらくして売文社は、堺俊敏彦、山川一氏、高畑元幸の合名会社となった。高畑は、大正六年、1917年から、資本論解説の翻訳を開始、マルクス経済学の数少ない参考書を世間に発表する。 また、売文社でも、山川人志と共に、中枢的一致を占めるようになった。第一次世界大戦、それに続く、ロシア革命の影響を受け、高畑は大正七年、1918年に、政治運動と、経済運動を執筆。社会主義運動は、単に経済運動、ストライキなどによる革命のみならず、政治運動イコール議会進出が必要であることを、強調した。 この提言は、無政府主義イコールアナーキズム的色彩の強かった、日本の社会主義に大きい波紋を広げた。この、高畑の提言を受け、直ちに、山川人志、荒畑寛村らが反論を掲げ、しばし論争となった。この頃から、高畑にようやく後年の国家社会主義的傾向が、芽生え始め、坂井敏彦と共に、軍人、右翼の集会であった。 呂奏会に出入りするなどし、売文社の間に微妙な空気を醸し出すことになった。山川らとの論争の後、偶然にも山川と荒畑は青服の筆化事件で禁錮4ヶ月に処された。これにより、売文社内の勢力関係は一変し、高畑派の圧倒的優位の状況に変化した。これを受け、高畑は事故の影響下にあった北原達夫、遠藤智郎、 モテギ休平、尾崎志郎らと共に国家社会主義運動の開始を坂井敏彦に打診する。坂井は社会主義の実践活動は時期尚早と判断し、山川、荒畑の復帰後、売文社を分けることを提案し、高畑も了承した。大正八年、1919年4月、高畑一派の牛耳るところとなった売文社は国家社会主義の発行書となった。 国家社会主義者として世に出た高畑は、その没年に至るまで、主として、資本論の翻訳に時間を費やした。この時期の高畑は、以下の三つの側面がある。高畑は、堺、山川と田本を分かった後、支持者と共に、新たな売分者で、国家社会主義を創刊した。当時、日本は、ヨーロッパの政局の変化を受け、社会主義に対する取締りが、 若干緩くなりつつった。この機会を捉えた高畑は、暴力革命の否定を強調することで、政府の弾圧をかわすことができると考えていた。しかし、国家社会主義総関号は発売禁止となり、直ちに財政的打撃を受けた。本市は、第2号以下、4号まで発刊したが、結局は発売中止のやむなきに至った。高畑は、国家社会主義の廃刊直後、 友人の遠藤と郎とともに、壁歴を、創刊、創刊号のみ、次ぐ大正9年、1920年には、大衆運動、週刊新聞、11号で、廃刊後、同年再び第一次、局外、8ページの雑誌を創刊した。局外は、翌年には指数を大幅に増歩した、拡大版、局外、第二次に発展したものの、 関東大震災によって壊滅し廃刊した。一方で、大正11年、1922年12月には、東京帝大教授の上杉新吉と経林学名の締結し、大正12年、1923年に極右と称された大科会の顧問となった。この大科会の援助を受け、再び高畑文化を動員して、週刊日本、週刊新聞、 十一号で廃刊の発刊を行い、国家社会主義の宣伝に努めた。この後、資本論、大矢文各版翻訳の完成前後から、大火会との関係が薄まると、再び、高畑文化を動員して第一次、休審、大正十三年、1924年大正十四年、1925年、第三次、局外、大正十四年、1925年大正十五年、 1926年、などの小雑誌を発刊し、何度も主義の宣伝に努めている。昭和3年、1928年5月5日、故郷前橋で講演を行っている。講演内容は、旧新愛国主義の理論的根拠、高畑元幸先生の思想と人物に収録、であったとされている。この講演内容は、高畑没後、 その文化によって何度か出版され、高畑国家社会主義の勘弁な解説書として流通した。この時期の高畑家はマルクス研究者としても活動している。大正七年、1918年から昭和初期にかけて日本の社会主義運動は進捗期であった。しかし世間の要求に応えられる手頃な入門書はほとんどなかった。 こうした中、高畑は、マルクス主義者として、日本でも巧妙であった、カウツキーの、資本論解説を翻訳している。高畑は、資本論解説の外、財産進化論、社会主義社会学などの社会主義関連書籍の翻訳書を多数発表しているが、自身の研究成果も公表している。それらは、社会主義と進化論、マルクス学研究、 社会主義的書研究、マルクス十二項、後に、マルクス学解説、時代思想史、マルクス経済学などとなって現れた。なお未完となった、マルクス経済学は、高畑の絶筆である。現在のものは、半分弱を高畑が、未完成の後半を、高畑文化が執筆したものである。資本論翻訳者や、社会主義の研究者などの外社会評論家としても、活動した。 高畑の投稿先は、自身の機関紙の外、太陽、改造、解放、中央公論、経済往来、後の日本評論、読売新聞、放置新聞などの中央雑誌、新聞であり、多数のエッセイや論文を残している。これらの中で、比較的有名なものは、事己を語る、論、層、段にまとめられた。資本論全約、マルクス経済学の権威。 国家社会主義者、社会評論家と多数の顔を持つ、彼は、その絶頂期ともいえる時期に病に倒れ、そして突如として、昭和3年、1928年12月23日に、遺願の目自宅にて没した。葬式には、坂井敏彦ら左翼や高畑門下をはじめ、上杉新吉、赤尾里氏、梅津勘衛など、多数の右翼の関係者が集まった。 高畑は国家社会主義政党として無産愛国党なるものを構想していた。現実的にはほとんど何も決まっていなかったのだが、全8条からなる綱領は、以後の国家社会主義運動にそれなりの影響を与えた。以下、要点のみを挙げておく、原点は批判マルクス主義無産愛国党の基調。高畑没後の国家社会主義は、 つくいたつおや石川か十郎を中心に動いていく。そのため高畑が調整しても、政治的方面としては、つくい、研究者的側面としては、石川を超えるものでは、なかったであろうとされている。つくいは、主として、国家主義者として実践的に活動した。2.26事件以後、日本の情勢が一変すると、つくいはむしろ反軍運動に転向し、 敗戦後は再び日中友好を唱えて転校するなど二点三点した。しかし、高畑的な冷徹な観察眼を保持していたと言われている。それに対し石川は主として研究的側面に高畑理論を発展させた。特に石川は高畑にあっては国家と社会との関係が整合的に捉えられていなかった点を踏み込んで分析し、 国家が滅びても社会はなくならず、常に社会を基準として、再び国家を取り戻す運動が起こることを指摘している。しかし国家なき社会がいかに悲惨な境遇に置かれるかを指摘し、国家必要の重要性を強調している。また軍部や日中戦争にも批判的で、特に政府が単なる支配維持のために、共産主義を含む、あらゆる革新的主義、主張を弾圧し、 国民にそれらを知らしめるような圧を加えることを批判している。彼はそのような深刻主義政治は必ずや決定的な危険を伴うことを繰り返し指摘し、数少ない支持者と共に日夜研究を重ねていたと言われている。なお彼は第二本国家社会党の当主でもあり、大政翼3会以後に次々と政党が回答していく中、最後まで労働組合を背景に、 政治活動をしてていいたことでも知られている石川にはこれ以外にも日本における最も早いナチス紹介者として知られている。その著、マインカンプの研究は、その名の通りヒトラー、我が闘争第一部の研究所である。石川は事故の国家社会主義の正しさを信じ、敗戦後も一貫して国家社会主義を報じた。高畑が資本論に出会うのは、 東北評論の筆下事件で下国した時であった。それは当時出版されつつあった英訳の資本論であったが、以後高畑はドイツ語原本で資本論を読む必ずを感じ、独学でドイツ語を習得した。そもそも資本論は安倍宗によってごく一部が翻訳されたことはあったが、週刊社会新聞、明治42年、1909年明治43年、 1910年、マルクス経済学独自の用語の難解さもあり、必ずしも読者を満足させるものではなかった。しかし以後のマルクス経済学の進捗と、第一次世界大戦より来たった、社会主義の流行と相まって、日本の読書界にも、資本論翻訳が熱望されるに至りた。高畑は、売文社入社以前から、資本論の研究を始めていたが、売文社入社と、 新社会発刊以後、をマルクス研究に果敢に乗り出していく。特に新社会に連載されたカウツキーの資本論解説は苦心の産物であり、この時に生み出された多くの専門用語が後に高畑分け資本論に流れ込んでいった。高畑自身が言うように高畑の資本論理解はカウツキーの資本論解説によるところが大きい。このように 長時間かけて資本論研究を続けた高畑は、堺、山川と田本を分かった後、折からの社会主義流行も関係して、自らの主催する売文社で高畑分け、資本論の発行を起としていた。ところがこれを聞きつけた堺井敏彦の推薦もあり、高畑は福田徳造文化と共同で、マルクス全集の一環として、複数人による資本論翻訳を了承した。 そこでは、高畑は、資本論第一巻を担当することになっていた。しかしこの動きと前後して、突如として、松浦要と生田長公の資本論翻訳が出版された。この松浦分けと生田分けの資本論は、必ずしも指揮者を満足させるに至らなかったが、当の高畑自身が必要に攻撃し、または理造源を浴びせかけ、ついには、 解約を断念するのやむなきに至らしめたほどであった。こうして、同業者を駆逐した後、高畑はまず、資本論第一巻第一文冊を大阿部味覚から出版した、大正9年、1920年6月。本冊と第二文冊のみ、福田徳造の公衆がついているが、公衆番号があるのみで、中の本文はない。高畑は、第一巻、 第二分冊以下を順調に刊行していったが、途中で福田徳造文下が翻訳を放棄したため、第三巻も高畑の翻訳担当となり、続いて第二巻翻訳者も遁走したため、結局高畑が資本論全三巻を独力で翻訳することになった。そのため、第一巻、第三巻、第二巻という順序で刊行され、 また出版社の大阿部美覚が関東大震災の余波で倒産し、自立者、大阿部美覚の元社員が作っていた出版社で第二巻が出版されるなどの変更があった。しかしウサギにも角にも、この大阿部美覚自立者で日本で初めて資本論が勘約されたのであった。大正一年、1924年7月。しかし大阿部美覚版、資本論は 高畑自身、満足できるものではなかった。高畑によると、あまりに原文に忠実に訳しすぎたため、訳文のみでは何を書いているかわからないものになって、しまったといいのである。そのため大震災による死刑の消失を、幸いとして、また新庁舎からの申し出もあり、直ちに解約に着手した。高畑はまず原文を見ずに、大阿部味覚版。 資本論中の難読箇所を自在に書き改め、ついで再び原文と照らし合わせて、訳文の完成を期した。そのため原文の直訳を求めつつ、極力、日本文としてわかりやすい訳文を作る努力を繰り返した。こうして生まれたのが新潮社から出版された改薬、資本論全員4冊である、大正14年、1925年10月大正15年、 1926年10月、これには高畑も自信を持ったらしく、大阿部未覚版完成の折は断ったという、翻訳完成の医療会を受け、大正15年、1926年10月23日に、本郷の円楽県にて、資本論の会が開かれた。資本論の会は、60人余りの出席者だったと、されるが、日頃、高畑と意見の合わなかった。 吉野作造をはじめ、上杉新吉、石川三四郎、平野力蔵、小川未明、辻純ら左右両局、修正派、無政府主義者と、多彩な顔ぶれであった、坂井敏彦は、共産党事件で下獄中であり、参加を申し込めなかった。この新潮版、資本論から、五字脱字の修正を行い、当時流行しつつあった遠本ブームに乗る形で、出版されたのが、 戦前の翻訳、資本論の定本と言われている改造者版、資本論である。前後冊であった第一巻を二冊に分冊。昭和2年、1927年10月昭和3年、1928年4月。これは高畑家がひとまず節約資本論の定本たらしめんことを記したものである。改造者版、資本論集結の8ヶ月後に高畑家は死んでいる。 高畑は、資本論翻訳に携わった時間は、最も精力的に活躍した7年間であったため、関係者は、高畑は、資本論の翻訳と引き換えに死んだようなものだと、噂した。高畑の資本論翻訳は、大変な熱意と努力、継続の結晶であった。事実、高畑が、改造者版、資本論を終えたとき、 座布団の下の畳は、すでに腐っていたと言われている。高畑の翻訳の特徴は、極力無駄な言葉を省き、日本文としてこなれたものを求めたと言われる。これは、大阿部味覚版、資本論が直訳的であるのに対し、改造者版が流暢な日本語に置き換えられていくことからも推察される。しかしこのような訳け法に対して批判がないわけでは、なかった。 特に事実上、改造者版、資本論と商売上で争うことになった、川上はじめは、自身の資本論翻訳に際しては、極力原文に忠実に訳すことを目的とし、ためにまま日本語として、意味の通じぬところもやむなしとしたほどであった。これは、資本論のごとき、難解の書を訳す場合には、役者の分け法に影響されるものであるが、これについて、 三木清が高畑分けを批判したため、いささか論争を起こしたことがあった。また高畑も、川上が高畑分けを批判する割に、自身の翻訳は一向に完成させないことに苛立ちを覚えていたと言われている。しかし、川上の翻訳は結局完成せず、また、高畑自身もそれを知ることなく、世を去った。資本論翻訳は、高畑の没後も、川上はじめ、 その門下の長谷部文雄らによって試みられるが、時世の困難もあり、ついに寛役には至らなかった。そのため、高畑分け、資本論は、戦前を通じて、唯一の善役、資本論となった。敗戦後、高畑分け、資本論は二度ほど出版されたが、すでに、長谷部文雄、高坂逸郎、岡崎二郎らによって新役が刊行されたこともあり、 時代的使命を得て今日に至っている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。